ワオ様。はい、皆さんこんにちは。今回で今年のワオ様最後になるんですけど、最後はね、コリです。実用的ではないんですけど、前々からやりたいなと思ってたこいつを仕上げたいと思います。 Here we go。 ほっといたら子供たちがね、勝手にね、いろいろこう付け足してね、秘密基地っぽくしましたね。台風の日に泊まってもうびしょびしょになって家に戻ってきたっていう思い出もありますが、こんなのもあったりして、もうちょっといい感じに仕上げたいと思います。これはなんだ、これは、こんなところにカッターねえなと思ってたら木刀まである。ふう、これでやっと1からだ。まずこの番線で止まってるところを全ネジ、ナット、ファッシャーを使って固定するんですけど、この木の厚さが全部違うんで、切って調節していくと。で、片方は溶接しちゃえば固定できるんで、穴開けます。穴開けていい。そしたらこういう感じでね、でここで切ると。これを溶接します。ワッシャー、はい、貫通。もう一個ワッシャー入れて、これとこれで、はい、簡単。ちょっと長かったらね、グラインダーで切っちゃえばいいんでね、全部やっていきます。はい、とりあえずほぼ番線のところをボルトに変えました。強度も出てるし、いい感じです。シンプルです。シンプル、シンプル、シンプルプレジャー。床をどうするかですが、今日はここまで。自分のペースで楽しく、それがでアワ。久しぶりに風になってくるかな。気持ちいいね。秘密基地大改造2日目、この床から始めたいと思います。ちょ、いろいろ考えたんだけど、ウッドデッキの廃材をここに使おうかなって。今日も暑いな。床完成。いい床ができました。今度は屋根、シートもね、すげえ劣化してます。
ケーオッケー。じゃあ買い出しに行ってきます。熱い。これは大プロジェクトや。買ってきました。枠を作ります。よし、これで上に乗っかるか。よし、これを一人でできるかどうかですよ。案外重い。うっ、立てかけます。焦るなよ。もうこっち、うっ、わっ、わっ、よし、うっ、うっ、やっ、おっ、あら、どうだ。よし、なんとか。オッケー。屋根の下地ができました。塗装を始めます。やっと塗装だ。せっかくここまでやったんでね、塗装はしたいですね。黒にしたらかっこいいと思うんでね、塗装は上からが基本なんで。見えないとこ取っても意味ないよね、これ。ここまでにしますか。結構これだけの量はあるな。本日は朝からちょっと雨が降って、まあ、止んだんでね、塗装をする前に屋根を張っちゃおうかなと。完璧です。やったぞ。これで雨が降っても大丈夫。塗装を再開していきたいと思います。この塗装はね、黒なんでね、塗装を落とそうなんてできないんですよ。ちょっと待って。かっこいい。倉庫の入り口として使ってたこいつですが、ちょうどいいかもな、サイズは。で、下で引っ張ればいいか。うん、かっこいい。はい、ずっとやろうと思ってたんでね、今回ラストにふさわしい感じでね、生まれ変わることができました。今までのデアワーの総集編でございます。せっかくね、こんないいのができたんで招集します。よく来てくれ
くれて。あれ、おお、乗ってくださいよ。え、いいんですか。はい、持った。コールドカフェラテです。いただきます。美味しい。早い。おいおい、冷たすぎてコールド。おー、なんと待ってねえの。なんちってちょっとちょっとさ、作ったんだね。そうですね、見せたくて。アーミーチックになって、アーミーチックになって。これは秘密基地ですね。これは秘密基地だね。おいおいおい、山彦か。明日みんなでバーベキューするんで、うちもと思ったんですが、はい、あれやるもんね、シェイクスピアを。シェイクスピア劇を、はい、舞台のお芝居。舞台。ま、おお。じゃないです。あ、じゃないんだ。はい。はい、飲んだら帰ります。こんばんは。おお、コップン。一番手。来た。コップン来たからもう飲んじゃうか。あ、いいっすか。はい。乾杯。うまい。あ、早い。なんでか何、今年の夏はやっぱり乾杯。やっちゃってますか。どうもみんなの太陽ランチョンです。なんで俺、ああ、いつとしてる、いつとしてる。キヨ兄さんです。はい、オイリーさん。すごいね。じゃあ、あのオイリーさんに乾杯の挨拶してもらおう。何なの今日、何回？ああ、落ち向かい。じゃあ、はい、乾杯。おお、もう画面の向こうのみんながもう笑顔。わあ、ナイスだよ。え、うるさい。どんどんこっち来て。ご指名たったありがとうございます。みんな太陽ランチョです。今回ね、これだけでね、俺が動画を作るはずがない。ちょっとこっち来てください。いや、大丈夫です。お願い。ここに、はい、並んで、はい、後ろ振り返っちゃダメなんですね。はい、じゃあ皆さんどうぞ。え？あの、秘密基地をリニューアルしました。そういうことか。3日かかりました。じゃあ2次会です。いろり会始めます。でも、僕、あっちがいいなと思って。お願いします。どうよ。うわ、え、ここどっかのリゾートっすか。いや、でもやっぱ下から見てるよりね、はい、ここに上がってきたらよさ。うわ、名言。あはちょっとほら、すごい串の量やってきました。すが、あ、ちょっと時間かかんな。これを楽しむの、この時間を。そういうこと。これ何をイメージしたんですか。俺はさ、流行りとか嫌いだから、はい、キャンプでコンビやってるから。あ、いいなと思って。やばい。ギター、リーチマイケル入ります。いや、老眼。ほら、あれがポテトチップスとチョコのやつだ。違う、全然違う、全然違う。あー、来ました。フェラスケおじさん。うっせーな。そう、なんかね、俺ももうロールの風化でしょ。いやいや、早い。はい、この回は夏を惜しむ回ということで、あ、このいろり回、時間の許す限りね、皆さんでね、エロリ話をしましょう。やだ、エロリ。エロリでエロリ話。逃げれ。自分で言って自分で笑ってるだけ。狭いよね。え、狭い。しょうがないよ。この人数ここに入るの分かってたんだったら、ちょっとこっちを広げる。違う違う、こんなに来るとは思わなかったから。あんが来ちゃった。あんが来れちゃった。でもこれはコップンがあれで。おいおいおい、これ以上さ、ここゴミ捨てますか。あたーす。俺はいいけど、お前もやるの。すいません。これそれ。あー、なんだここ。そろそろいいぞ。ちょっと待って、いいのかなこれ。全然ダメじゃないの。じゃあ俺食べるの。え、肉の方ですか。肉かい。魚じゃなくて。怖いよそれ。いいよこれ。いや、でもこれ牛、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 鳥、これはいいんだね。同じの、同じの。牛、牛って。いや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 、これこれ。これか、あれ、ブチさんいたな。あ、ちょっと、なんで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 、やだ。うわ、すげえ、油投げてきた。10個上やべえ。怖え。パワハラ。味が物足りないときは堀東。いや、西。誕生日だったじゃないですか。ありがとうございます。ああ、そうか、あ、昨日誕生日。じゃあ、そうですね。あ、いらねえよ。いらない、いらない、いらない。やっ、ヘビベースダミダミ。Do you want ヘビベース。いや、おい
美味しいから、もうどうすか、美味しいでしょ、食べた、いいよ食べろよ、いや、あんま好きじゃない、僕ね、うわ今年ね、はいはいはい、ケイジローになった、あーなりましたね、奥ちゃんじゃないんだけど3人にマジっすか、吟味してこれな、ちょっと、俺っすか、いやージローさん、なんかこせよやろタンプレだよこれ、あーありがとうございます、ということで、今年も和をやっていくんで、皆さんお楽しみに、うわーボス、また冬頑張ります、ありがとうございました、はーい、はーい、ボス頑張ってください、みんなで滑りましょう、おお、じゃあありがとうございました、バイバーイ、ふーちゃん来るぞ、行かないんかい